かさぶたは外傷の経過した形状の一種。性質上、大きく深い裂傷などよりも、すり傷などに生じたものの方が、出血面積が広いため目立ちやすい。動物の生態保護現象の一つで、主に傷口の出血を止める目的の過程で発現する。医学領域では、かさぶた側という用語が用いられる。本校では以後、ひらがなでかさぶたと表記する。 また便宜上、説明では人間のケースを前提にすることとする。人体が外傷を負うと、出血時の際の刺激物質により、血小板の形状が変化し、また細胞接着因子が発現して活性化する。この活性化した血小板とフォりミリブランド因子によって、まず血管の血管内皮からの傷口の接着、凝固が始まる。血小板死血と呼ばれる。 その後、結晶板が空気に触れることで破壊され、トロンボプラスチンと言われる結晶板因子を放出する。トロンボプラスチンと結晶中のカルシウムイオンによって、プロトロンビンがトロンビンに変化する。その酵素作用により、フィブリノーゲンがフィブリニエと変化し、それがカルシウムイオンなどと互いに作用して網状に重合し、周囲の血球を捉えて血平を形成。この血餅によって、 完全に止血される。この二重止血は一時止血よりも複雑であり、血中に存在する十二種類の凝固因子によってなされる。第愛因子から第三ン因子まであるが、第六因子は存在していない。また、第四因子はカルシウム4である。止血線の形成は一時、二時とも当然瞬時にとはいかないため、止血が完了するまでの間血液は、 少しずつ体外に進出するが、その血液にも一時及び二次の止血線形成物が含まれるため、進出したちは体外で通常の血液よりは比較的早く凝固する。この体外で外傷に付着した形で止血線を形成したものがかさぶたである。ゆえに厳密に言うと、かさぶたは乾いて固まった血液ではない。二次止血線が形成される際に、 多数の血球がフィブリンに捉えられるが、割合的には絶対数の多い赤血球が最も多く捉えられる。かさぶたが暗赤色なのは、フィブリンに捉えられた赤血球が乾燥したものが見えているためである。上に述べたように、かさぶたは止血の際の副次的な産物と言える。ただし、傷口に付着する形で凝固するため、かさぶたには表皮を及び、 皮下細胞まで露出した傷口の保護および細菌などの異物の侵入を防ぐ働きがある。また、ある程度の深さまでの傷ならば、切断面同士の接着までの間の固定の作用も期待できる。しかし、口術する湿潤被覆法でも傷は問題なく治るため、保護と防疫上においては、かさぶたは必ずしも必要ではない。近年までは、かさぶたができるのは、 傷が治っている証拠などとよく言われ、傷口はなるべく乾かすように努められてきたが、医療機関で外傷に施される最新の治療法では、かさぶたはなるべく形成されないように努める場合がある。これは、傷口が乾燥して、かさぶたを形成させるより、湿潤状態を保って、浸出液中に保持させた方が、皮膚の自然治癒能力を最大限に活かすことができ、 傷の治りも早く傷跡も目立ちにくいことが分かったからである。ただし、すべての外傷が出順状態に置いた方が良いというわけではない。また、誤解される場合があるが、傷口を出順状態に保つ方法が有効なのは、傷ができた直後であり、かさぶたが完全にできてからでは遅い。かさぶた自体は治癒経過中の傷口に密着した形で傷を保護しているので、 すでにかさぶたが形成されている場合、湿潤状態を目指して無理やり剥がすと、新しくできかけている細胞組織を傷つけ、余計に傷跡が目立つようにもなる恐れがある。かさぶたは漢字で、かさぶたと書き、文字通り、草の、蓋である。小生優七保管編、小学館ランダムハウス A 和大辞典、第2版1994年。 ISBN 4から09から51101から6子供の傷に出順療法消毒不要かさぶた作らず直す朝日新聞デジタル2018年8月20日ありがとうございます